はいどうも、あきぎゅんです。ということでトゥルーラブストーリー3続きプレイしていきます。よろしくお願いします。イエーイ。ということでね、張り切ってね、張り切って今回もレッツラブレッツラブしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ね、ということで、5月26日金曜日ということですね。でね、今右上の丸いグラフみたいなやつがあると思うんですけど、あれが今ね時計のマークになってて、右下にあの女の子の顔が出てるけど、あの女の子にの今好みの男に近づいていってるっていうことなんで、このねぐるっと一周させていこうかなと思います。さっき何回も行けないみたいですね。ということで寝ますわ。でやる気もねちょっとないんでね、やる気が上がるようにしていきたいなと思うんですけど、特にねこうイベントマークも出てないんで、お進路相談、う体育祭あるじゃんということなんで、体育祭までにはちょっとやる気をねある程度残しときたいんで、水曜日まで寝ましょうか。そう、前回ねあのテストありましたよね。難しかったですよね。難しくなかったですかね。難しかったんですよ。工藤さん、佐伯さん、おはよう。あ、おはよう。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 はい、一緒に行ってんの？二人。二人は友達なんだ。そうだよ。あ、そうなんや。知らんかった。めっちゃ長いしやん。そんなんなかったな。あと、ゆうきもね。ゆうき？ああ、あの子？ゆうき？ああ、こんのさんか。今年は、私だけが違うクラスなんだよね。そうなんや、寂しいな、それ。工藤さんは3組、佐伯さんとこんのさんは5組か。そういうこと。そういうこと？なるほど。お、けへんやん。噂をすれば何とやらですがなかったですね。でここでねあの行くところでほら変わってくるんで、そうですね、ちょっとねあれ勉強ってでもあれなんじゃない、一瞬最初ねあの勉強のマークのとこでしたよね。やっと授業が終わった。トイレトイレット、お、うまい。トイレットとかけてる、すげえうまいじゃん。こいつやるな、さすがハッシュタグアキギュン。え、あ、びっくりした。めっちゃコントローラー震えてびっくりした。わーやわ、ほんま。わっ、おお。ごめんごめん。いや、いいよ別に、気にせんといて。俺も大丈夫だから。って、工藤さん。え、なに？え、今、あれじゃない、男子力が出てきたんじゃない？よう分かってるやん俺、よう分かってるやん俺。まさか、まさか男っていうオチか。だから翼子って無理やり、翼子って無理やりこうつけてんのか。あー、そういうことか。もしかして男？男ってこと？女子トイレが混んでたからついね。最低やん、お前それあかんぞお前。大丈夫大丈夫、他の男子は入ってなかったから。そういうものやないわお前な。そういうことじゃないぞお前、あかんで。おい、笑ってごまかすな。おい、こいつ最低やな、あかんやつやな。工藤さんってダメなやつだな。おばちゃんとかもね、男子トイレ入ってっていうのね、問題になったんかな、問題になりましたよね、ちょっとね。男はあかんのにっていう、おばちゃんはええんかっていうね、問題になりましたよね。あかんでほんま。ほら、体育祭オンプロマーク出てる 100%。 ほら、やる気 100% 行こうぜ、体育祭。よっし
じゃ。あ、小遣い引いた。中学生で小遣い、お小遣い3000円でどう？高い？安い？今日は体育祭だ。よし、頑張るぞ。頑張ろう、体育祭、6月4日。ちょっとね、暑くなる前にね、いいですよね。よし。何時読めろ、みそら中等学校。みそらでいいんかな。うわっ。あっきゅん。こんなさん、どう調子は。いいに決まってるでしょ。うん、良さそう。なんかもう肌ツヤがもうプリプリしてんもん。わかる。わかるわかる。もう友達おらんなりにはちょっとワクワクしてたよ。ミノル。おう。おう。いいか、見てろよ。今日俺はやるぜ。おう、やれやれ、やったりやったり。お、気合い入ってるな。当たり前だ。あ、そうな、当たり前だのクラッカー。なんせ今日は体操着姿の女子を見てても全然怪しまれないんだからな。なんやそれ。これでスパッツじゃなくてブルマだったら言うことなしなんだけどな。おいおいおい、スパッツでもやろ。やる気って、それか。なんだてめえ。当たり前だろ。他にあるか。当たり前のクラッカー、勝手にしてくれ。これもしかしてゲームできるんかな。だってテストの時ね、あのクイズ形式のね、なってましたもんね。あ、なんかできるんかな、連打するとか。ポンプーみたいな、マリオみたいなね、ティ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 プンプーみたいな、ティ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 プンプーみたいなね。俺は何の種目に出るんだっけな。何だっけ。あ、ほらなんかあるんじゃん、これゲーム、ミニゲームみたいな。うわ、どうしようね、ふん転がし、違う、玉転がし、クラス対抗、400m リレー、100m 走、ああ、どうしよう。どれします？上から順にします？上から順にする？俺何出るっけ？リレーとかの面白そうやんな、でも。玉転がし。おい、何やそれ、もっとやる気出せよ。しゃあないろうか、お前。友達おらへんねんから、それなるわ。中学にもなって玉転がしか。ああ、でも頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張れ。あれ、ゲームできんかった。めっちゃ今野さん応援してくれてる。玉転がし、一見お汗みたいな競技だけど意外と難しい。おーっとっと、おーっとっと、ドーナツだぜ、イエー。そして結果は、え、そうな、なんで。惜しくも、1位になれなかった。距離があと5メートル長かったら、俺が勝ったのに。でも、頑張ったよな、俺。総合では、うちのクラスは2位。ま、うん。まずまずの結果だよな。いいんじゃない？すぐ終わったね。おう、カナ、何してんの？してたね、おいおい、なかなかとか、お前うまいことやってくるな、ほんま。かな、反対が読んだらね、かなかなみたいな、うまいことやってくるな、ほんま。このゲーム、お前見てたのかよ。もちろん。いいやね、みんなよ、私の活躍も見てくれたでしょ。おおおおおおお、うん、うん、わあ、ごめん、見てなかった、見てなかった、せっかく頑張ったのに。別にええやんけ、お前ほとんどおかんが撮ってるわ、ムービー。あと見してもらうわ、それ。そういうこともあるよ。もう、何がずるいね。というように、体育祭は終わったのだった。あ、青春してるの。ね、ちょっとね、物忘れがひどくて、キャラクターの名前をね、ちょっといまいちパッと覚えてないんで、おい、ちょっといいかな、うん、ちょっといい、いいよ、うん、入るで。
コンコン入るよ。わ、服装買ってる。いやいや、ちょっとあの名前をさ、人の名前ちょっと覚えてないからさ、ちょっと何だっけ、見てくれ。あ、めっちゃ好かれてる、めっちゃ好かれてる。青月高音、この子がクラスのアイドルなんで、この子を落とさないとダメなんで、この子を狙っていかないとダメなんですけど、佐伯小杖ね、今野勇気、工藤翼子、金目、久保田実、宮山大地、三宮大地で、今この子に一番好かれてるみたいなんですけど、もうこの子に関してちょっと一番距離が遠いな。なるほど。あ、すごいやん、この子友達やんか、ほぼ。そうか、やっぱアイドルに相手されへんか。ああ、ありがとう。カナに言うと、今の俺は今野さんと青月さんの好みのタイプに近いらしい。なるほど。あの、あそこですよね、あのノートのマークがね、勉強なんですよ。で、まあ、知的な男性ということで、で靴のやつが運動できるタイプ、スポーツマンタイプですね。で、あの時計のマークは遊びが好きな、要はチャラいやつが好きなっていうことなんで、で青月さんはあのノートのあの勉強できる子はね、多分好きなんですよ。だから勉強ちょっとしていこうかなと思いますね。ちょっと賢くならないと、前月のね、あ、前回のね、あのテストがちょっとね、かなりひどかったんでね。ひどくなかったんか。じゃこっちサイドね、こっちサイドがひどかった。ゲーム側はまあまあ良かったけど、こっちサイドが良くなかったんで、今日は進路相談か。受験って言っても言われてもまだあんまり実感がないな。学校行こう。6月6日、はい、投稿しまーす。コンコン、よう、今野さん。ん？いやいや、何もない。そこに、もう今行こうと思っておったから。いや、進路相談やったんやろ。どうやったん？今終わったところよ。なんかめっちゃ可愛いな、この子。どうだった？まあ、いろいろ話を聞いただけって感じ。ああ、そうなんや。まだ志望校を決める必要もないしね。ああ、そうか。これ中学生やねんな。確かに、そやな。まだ6月やしな。いやいや、ちょっと決めかねてるんよ。そうやね、ちょっとまだやね。なるかな、うん、どうやろ。なんかね、なるようになると思うけど。進路相談してこいよ、進路相談してこいよ。で、ちょっとびっくりマーク出てたんで、こっちから行きたいと思います。こっち側ね、びっくりマークね、つまりはあのエクスクラメーションマークね。進路相談せんと帰ってきたな、あいつ。えらいこって、進路相談しにと忘れたんかな。女の子と喋ってファッファなって。おはよう。ああ、めっちゃ来るなこいつ。おはよう。おはよう、今度さん。うん、こうして朝偶然会うなんて何か、何も感じひん。何？やばいやばい、照れるやん、そんな言われたら。いや、これはもうない、照れがよくしてるんで。まあ、もう、うん、まあ同じ学校通ってるし、もう、うん、つまんないこと言うのね。照れがよくしやんけ。え、そうかな、照れがよくしやんけ。まあいいんかい。ちょっと仲良くなってきたやん。めっちゃ狙われてる。やばいやばい。今日も疲れた。まあもう仕事しんどいよ、ほんま。毎日も。あ、何あれ？あれ？あそこの、あの子の制服は。
あれって泉ゆゆ子だよな。なんでこんなところに。何、もしかして玉転がし、俺の玉転がしを見たわけ。俺の玉転がしを俺の玉転がしってあかんな。俺の玉転がしを見たってあかんな。これね、まああれなんですよ。毎宇宙の法則っていうのがありまして、もう俺のをつけると何でもね下ネタになるっていうね、これは毎宇宙の法則ってあるんですけど、まあね、まあ、名刺とか何でも頭にね俺のをつけると、もうそれはね下ネタになるので、皆さんもぜひね、お時間があればね試していただきたいなって。でもしね、こんな俺のシリーズありますよって、こんな俺の下ネタね、俺のシリーズありますよっていうのがねありましたら、コメント欄にぜひね、コメントしていただければな、記入していただければななんて思います。でね、まだね、ね、そうですね、いろいろとよろしくお願いしますということでね。ゆいじゃん、あれ驚きすぎやろ。知り合いがこの学校に。知ってるよ。何？俺のことじゃん。ゆいじゃん。俺詐欺。俺。ほらほら。なんだ。あなたか。あなたかって。ハッシュタグあきくんか。何やってんのこんなとこで。うん？何もぞもぞしてるやん。ミノルに会いに来たとか。どうしてわかるの。あ、そうなんや。あれ当たり、マジか、俺じゃないんか。くそ、ミノルならまだ部活だよ、もう少し待ってれば来るんじゃないかな。マジか、帰るわ俺。何、なんかあったん。でもダメなの。何が、何やねん。ダメってどういうこと。どういうことやねん。今までも何度かここへ来たんだけど、ミノル君に見つかると怒られちゃうから。もうミノルクソに見えねえな、あれが。ミノルクソ。こんなところまで来るな。え、つけてんの。それでコソコソしてたのか。同じ中学だったらよかったのに。何行かへんかったん。今それ言っても仕方ない、めっちゃ冷たいやん、うん、自分のことじゃないから、自分のこと好きじゃないやつやから、めっちゃ冷たいやん。おいおい、ハッシュタグ楽器くん、通う学校が違ったって、友達は友達なんですさ。あ、そうな。ね、お前怖いって。怖い。え、ちょっとお前怖いってマジで。今日は帰るね。なんで待ってたらええやん。え、待たんでいいん。待ちたいけど、きっとまた怒られちゃうから。今度にする。あ、そうなんや。まあ、怖いって。そういうの。私がここへ来てること、ミノル君には黙ってて。あ、クソには黙っとか、ミノルクソには。あ、いいけどよな。じゃあさよなら、また来るね。これね、言わんといてっていうのはこれ言えっていうことなんでね。ね、女の人のこの内緒にしといてねっていうのは、これはね、こう内緒に、あ、実は広めてねっていう意味なんで。あ、バイバイ、またね、気つけて。ミノルの幼馴染か、俺の幼馴染とは大きな違いだな。な、俺の幼馴染って下ネタ、また下ネタ来たということで寝ます。イベントやっぱね、これちょっとやってった方がいいですねということなんで、またあやん、雨のマークでイベントついてるってことは、あれあれ、傘のあいあい傘イベントや。6月9日金曜日、学校行ってきます。うわ、雨降ってる、もう最悪。ほら、青月さんの好みになってきたっていうことなんで、ぐるっと回したところね、ぐるっと回して、ちょっとやっぱ青月さんに好かれていきたいなと思うんで、やっぱアイドルなんでね、
学校のアイドルを落とすなんてそんなに今までなかったなと思うけど、学校のアイドルなんておったかっていうね。あ、そうなんや。好みの方になってきたらその人が出てくるんやよ。なるほど。あ、大月さん。あ、ごめんごめん、声かけてしもた。あのさ、ごめんね。え、嘘。嘘ダメかな。今ちょっと手が離せないの。いや、いいよいいよ、全然後でで大丈夫大丈夫、いいよいいよ。ああ、そうか。じゃあね。うわ、めっちゃ切られてる。行ってしまった。全然疲れてないからや。やっべ、ほぼ他人やったもんな。まあいっか。なんか多分好きなんやったらあれなんですよね。なんかイベント発生するよな。これチューリップやったっけ。青月さん、右のマークはね、プリンとかなんかいろいろあるんですけど、あれ女の子のね、どの女の子のイベントが発生するかっていうマークなんで。でチューリップって青月さんやったっけ。あ、また雨やん、もう。ゆっ、あ、そうなんや。この赤いところ、この赤いところがベストみたい。顔がなくなるもん、上行ったら。ほら、ここがベストみたい。だから勉強も遊びもできるって言って。うわ、そういうやつか。そういうやつが好きなんか。ナナ。お、なんやねん。ん、どうした。この間のあれだけどさ。ああ、またてなわけでバッチさ。イエーイ。ちょ、俺も分けてくれよ。まあ考えておくよ。何やねお前。ミノルド、チューリップのマークってミノルのやつ。ミノルのイベント。そうな。ああ、寝ようか。6月15日ですね。寝ましょう。あれ、この本のマーク全然覚えられへんねんな。ちょっと待って、ちょっと見ますわ。説明書をね。ん、どれどれ。ほら、チューリップはね、青月高嶺のエピソードなんですよね。で、本のマークはね、佐伯小杖のエピソードなんですよね。こまめに学校に行きましょうって、マークついてないとこも大事ですよって。大月さん何もなかったもんな。そうか、休み時間体育館に来ました。おお、久しぶりやん。おお、ふっとなあ、ちょっと頼まれてくれないか。え、何。どうだ。おう、まあやるわ。じゃあ、そうか。だから嫌やね、もう友達とかすぐなんかもう頼んできよるやろ。嫌やわ。ほんでやってくれへんねん、こっちのことは。うん、報告イベント。さあ帰るか、疲れた。疲れです。おう、ごめん、帰り。せやけど、じゃあ一緒に帰ろうぜ。帰る？パスしようか。女の子と帰りたいしな。パス。なんだよ。ごめんごめん。いやいや、そうじゃないね。そう、女の子と帰りたいね。し、そういうことか。ごめんごめん。男にいるなんて、そう。ごめんな。また LINE するし。ごめん。あ、女の子ってお前、兄弟はええわ、兄弟は。あ、かな。帰るんでしょ。帰る。お、飛ばせるやん。バス。なんでお前。なんでじゃないやろ。なんかかっこ悪いだろ、双子が揃って帰るなんて。そんなことな
めっちゃ押してくる。ほらいいよ、ほら帰れ帰れ。もう家帰ったら会えねえから、もういいやろ、もう一緒にやるんでも。来い。この子と帰んの？佐伯さん、帰り？ええ、そうだけど。一緒に帰ろうや。一緒に帰ろう。ごめんなさい、私急いでるから。マジかよ。マジかよ、お前の。お前な、俺散々あれやぞ、お前断ってきてんぞ、他のやつ。あ、やる気なくなった。やる気なくなった。そんな減り方もすんのか。なるほど。そうみたいですね。どうしようかな。じゃあやめやけど、なんか平日、なんかね、こまめに出といた方がいいとかって書かれてたから、ちょっと出ようか。行ってきます。ね、ほらやっぱり、ここに面白くないか。でもずっと体育館ばっか来てても休み時間に。おう、まだ頼み事か。お前なあ、ちょっと頼まれてくれないか。出たよ。そうだ、そうか。ね、ほんまにもうこういうの仲良くなったら何でも頼んでいいと思いやがってよ。あ、何もなかった、なんもなかった。マジか。あれ？びっくりマークは。でもな、やる気なくなったらこれがね、なくなるんですよね。表示されへんくなるんですよね。そうそう。だから、難しい。なかなか、だからね、なんていうんやろ、難しいですね。なんか、戦略がいるというか、女の子口説くのにね。あかん、こいつばっかり出てくる。やばいやばい。なあ、どうだ。ああ、頼まれてばっかり、あいつに。ああ、もう帰ってきた。えらいことや、なんもないやん。うわ、なあ、ちょっといい？うん、いいよ。じゃあ入るわ、ごめんな。ちょっと俺どうよ最近。うん、俺どう？まあ、あいつめっちゃ友達やねんな。くそ。なんかあれ、この子のイベントめっちゃ出て、上の方におるからめっちゃ出てきたのに、この子のやつ、あ、ちょっと上がってるやん。いっか、このまま続けていくか。そうそう、ぴったり、青月さんの好みにタイプにぴったり。お前な、双子のお姉ちゃんそんなことばっか聞くなよ、マジで。ねっ、イベントのとこだけでいっかな。どうしよう、毎日行く学校。ね、ちょっと学校毎日行かんと、雨の日ばっかりやん。でも行ってこう、行ってくるわ。ほい、どうなんやろな。ちょっとこうくる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 動かしながらとかの方がいいんかな。動かしながら行ってみしょこ。あ、あそこにいるのは太一だ。こっちには工藤さんが。どうしよう、どっちにかける。もうここ大地ばっかりやからな。工藤さんにかけようか。女の子と喋りたいしな。どうやろ、喋ってくれるかな。工藤さん、ちょっといい？え、うん、
巻きクソにしか見えへんねんな。クソとか言うなよ。いや、なんもないけど、ちょっと話したくて。そうなんだ。お、そうやね、びっくりやろ。そうだね。あ、冷て。お前バラすぞ、お前男子よりか出てきてたの。実は男やっていうのバラすぞ。ああ、何の張ってもないまま、何の張ってもないままどん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 過ぎていくけど。いやもう何もないと思われてるようなねことでもね、こうどん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 積み重ねなんで、バタフライエフェクトですよね。バタフライエフェクト、どっかに影響出とるんですわ。そうそう、どっかに影響出とるのよ。いいねいいね、このままやっていくわ。ほら昼休みどうしよう。あそこにいるのは青月さんが、こっちはミノルか。お、青月さんにしか声かける気ないで、当たり前やろ。うわ、かわいい。やっぱこの子一番かわいいな。あ、賢そうやし。賢そうではないか。あ、お月さん。ちょっといい？え？うん。ほら、クソって言わへんもん。こういうこの子。あきくんって言ってくれもん、ちゃんと。ほら。ハッシュタグあきくんって言ってくれもん。いや、あのさ。そうそうそう。今日電車でこんなことがあってさ。そうやね、ビビるやろ。マジでさ、もうビビった俺。そうね、青月君と話した。お、結構いい感じ。お、来た、放課後一緒に帰るパターンのやつ。あ、疲れたな、帰ろう。疲れた、もうま、帰ろうか。お疲れです、お疲れ様でした、お先失礼します。おう久保だ。じゃあ一緒に帰ろうぜ。ごめん、ちょっと用事あんねん。なん、そうやねん、ごめんな。なおんで、こんなの帰りたいねんな。バイバイ、またな。あそこに座ってるぞ、お前帰っとけよ。はあ、キャナメ、キャナか。帰るんでしょ、はい、一緒に帰ろ。で、お前ちょっとごめん。なんで？いろいろあんねん。そうそうそう、そんなことないよ、帰ろうよ。めっちゃグイグイ来るやん。家帰ったらええんねんからいいやん。もうまた先生さん帰り。え、そう、お、どうしよう。バイバイ、気づけてね。さようなら。バイバイ、またね。お、なんや、結局一人で帰ってんけ。ぼっちやんけ。どうしよう。今日土曜日、どうしようかな。土曜日学校行って、7月までちょっとやろうかな。7月までやって、今日はおろうかな。ね。土曜日、学校行って、土曜日も学校あるんですよ。ね。ふぅ。よう。なあ、頼み事ばっかりやな、こいつ絶対友達ちゃうわ。そうか、あかん、こいつやっぱ友達じゃない、もう俺はそう思うわ。で、日曜日ね、ほらビックリマークがなくなってしまった。日曜日はね、自由時間なんで、プライベートタイムなんで、ね、どこ行こうかなーっていうところなんですけど、買い物行くとね、買い物、もう外出、日曜日お前、外出、やる気出せよ。やる気回復してくるよ。ほら、これも一緒なんですよね。
買い物、住宅街。自分家の前でうろうろする？買い物行ってもなんもないしな。買い物行こうか。いや、自分家の前でうろうろしとこう。お、マジか。めっちゃ可愛いやん。やっぱ。あれ、青月さん、こんなところで、まさか。これね、あれですよ、こう偶然を装って、実はね、もううろちょろ家の周りうろちょろして後をつけて出てくるの待ってたっていうね、パターンですからね、これは。あ、え、あ、おお、なんやね、なんか名前忘れてたみたいな感じやんけ。あ、どこ行くん、どこ行くん。ちょっとお散歩してるの。あ、そうなん、ちょっとお散歩とかありえんの、中学生の女の子。マジでいいやん。どう、一緒に、ちょっとそこまで。え、嘘、ちょっと待って待って待って、声かけろ声かけろ、引き止めろ引き止めろ、うんじゃあねじゃないって、お前引き止めろって。あー、バカタレやな。はあ、バカタレやな。これ仲良かった、ちょっとやる気出さないと。よし、やる気、次の日曜日まで行ったら、ちょっと待ってや、どうしよう、学校も途中寄る。寝る気はもう半分やもんな今。そうっすね、じゃあやる気 100% にして次の日曜日を迎えたいと思います。おう、次に1回ね、お小遣い入るみたいなんで、3000円ね。中3で3000円ってことは、中2で2000円やったんかな。で、中1で1000円やったんかな。ああ、もう暑くなってきた。はい。ということでね、4月2日日曜日、外出したいと思います。で、もう1ヶ月経ちましたんで、具合見てね、どうやろう、買い物とか、また住宅がうろうろしてたら会えるかな。まあ、おう、あれ、青月さん、公園で偶然。え、ああ、これね、偶然を装って後つけてるんですよ、こっちサイドはね。こっちサイドは後つけてるんですけど、こうやって偶然を装うことで相手にね、この運命的感でね、女の人そういうの好きなんで、偶然を装うことでこのね、運命的感をね、与えるっていう、ね、そういうね、ストーカーの技があるんでね、皆さん気をつけてくださいね。まあ、うまいことやれば自分らも使えるんで、まあうまいこと気をつける反面、うまいこと使ってくっていうね。まあ人はいい、自分がやるのはいいけど人がやるのはあかんみたいな、そういう感じです。うん、どこ行くん。ちょっといいね、なんか休みの日のたびに、こういうの、こういう子好きやわ、こうぼっちの子、なんかこう一見こうと人気があって周りの子とかと遊んでるいっぱい人がいますよっていう風に見えるけど、実はぼっちっての好きやわ。いいな。何のことやねんって。どうでもいいわっていう。あ、ほんま楽しいこのゲーム。ほんま楽しいこのゲーム。いや、なんかもう普段ね、あの女の子と喋ることもないんで。まだ、もしかして、お、めっちゃ可愛いやん。あそこにいるのは今野さん。黒い服着た今野さん、どうしよう、一緒に買う、どうする、一緒に、ここだって偶然青月さんに見られても残念やな。あ、一緒に帰ろうって誘う今野さん。お、お、顔絡めてる。なんなんこれ、ちょっと待って、ほらこれね、ほら偶然を装って、こいつうまいな、あっち行ってこっち行って偶然装って一日何人もと、そういう、うわやるな、ハッシュタグ秋、秋キュン。まあそういうことあるんじゃない、うるよね、どうする、せっかくやし一緒に帰ろうか。え、あなたと、何、いいやの、あかん、悪いけどまだ用事があるのよ。何やなお前、一緒に行こうよ、一緒にその用事も。おい、推しが弱い。え、何、ほらほら、お前もう一押しやんけ。ほらほら、
か。押しが弱いわ。お、まだ。めっちゃこいつすげえな。こいつやるな。ええー、な。これで帰ろう。さあ行くな。買い物してんの？ちょっとね。あ、そうなんや。あんまりご飯のじゃないな。一緒に帰ろうか。そんなせかかんでもいいや。あ、そうなん。なんか反応が違う、やっぱりさっきのこと。じゃあさようなら。バイバイ、またね。なんでやる気下がんねん、お前。やる気出せよ。ああ、そういう。あ、なんか、あ、期末試験あるやん。やばい、期末試験あるやん。またこれ。くそ、勉強してから行こうか。どうしよう、なんかありそうやんな、ここ。え、この2つのびっくりマークあれやったかな、強制イベントやったっけ。じゃあ音符のマークが強制イベントやったっけ。あ、エピソードが発生します。びっくりマーク、つまりエクスクラメーションマークが多いほどなかなか見ることのできないエピソードが発生します、ということで、3つまだ 1,2,3 と3段階みたいで、星が強制イベントですね。っていうことなんで、この7月4日火曜日のこのね、イベントがどんなのが発生するのかなっていうのを見てから今回終わりたいと思います。ということで、2日間眠り続けます。ああ、暑くなってきたね。よしよし、お金も貯まってきたし、1万円持っとるって。じゃあ学校行ってくるわ。なんかあるかな、面白いイベント発生するかな。もう夕方やん、もう放課後やん。一緒に帰ろうぜ。グイッと来たといい。あれ、部活は今日は休みだよ。あ、そうなんや。なあ、面白い店を見つけたんだ、今日行ってみないか。なかなか見ることができないエピソードイベント。ゆうちゃん、また来たのか。ゆうちゃんは俺たちに気づいていない。このままだとまずいことになる。なあ、聞いてるのか。聞いてる。え、ごめんごめん。え、なになに。だから面白い店を見つけたから行く。お前さっきから何を見てるんだ。じゃあお前あそこ見てみろって。お前ゆうゆうこ。あ、来た、バレた。俺言ってないで。あっちゃ、俺言ってないで。いや、俺言ってないで。勝手にバレてんだ、俺言ってないで。お前ここで何してんだよ。いいやろ、お前ら付き合えよもう。え、あの、それは。はっきり言えって。正直説明してるわ、言ってるわ。お前に兄貴てんねん。そうなのか。そうやって。ほら、こういうコーラ、こうにはね、もうズバッと言ってあげたほうがね、言いたいけど、言われへんタイプなんで、こう人から言わそうとするタイプなんで、もうこれはもうズバッと言ってあげたほうがいいんですよね。こんなところまでわざわざ来るなって言っただろ。じゃあいいじゃんけ、別に。でも、私…何？とにかく、こんなところまで来るなよな。かっこ悪い。かっこ悪い？え？かっこ悪くない、別に一緒帰っていいのに。あ、ミノルくん。クソ、ミノルクソ。あ、ミクソ、ミクソ。あ、残念だな、ごめん。あ、ゆうちゃんさ、あいつ実は口でよ、ああ言ってるけど。うんうん、分かってる。あ、そうなん。いつものことだけ分かってんのでいいけど。それより、次は見つからないようにしなくちゃダメね。違うで、声かけたらいいんやって。え、まだ来るん。もちろん、ミノルくんに見つからなければ大丈夫だから。ちゃん、声かけたらええんやって。あ、そ、話できへんで。そうだよね。うん、あ、
じゃあ俺に話しかけろよ。どうしよう。じゃあ俺に話しかけていいやん。ほんなら一緒にほら。今日のところは帰るね。あ、そうなん。ここにいてもまあしょうないしな。また来るから何かいいって考えといて。うん、俺と付き合うっていうのもいいんじゃん別に。え、俺考えるん。お前ら頼れるのはあなたしかいないの。出たよ。お願い。うまいこと利用されるパターンのやつや。あ、ちょっと待って。あ、もう行くんかよ。いいやね、もう勘弁してくれよ。 LINE でも交換しとけよ。あ、夕焼けが綺麗だな。はい、ということなんで、キャナメに評判聞いて、今回これで終わりたいと思います。ちょっといいですか。うん、いいよ。はい、入るよ。なに？え、いつも同じ服やなと思って。ちょっと俺の学校での評判。いいよ、ちょっと待ってね。俺どうやって言われて、なんて言われてる俺。あいつキモいとか言われてない？鼻毛出てるとか。あ、どう？ちょっとずつ上がってきた。まだまだか。すっげえ友達、ちょ、これ更新されんな、ほら。お、上がってきた。めっちゃ上がってきた。あれ？ちょっと待って。ミノルが友達じゃなくなってきてる。ミノルが友達じゃなくなってきてんな。まあ、ええけど。めっちゃ上がってきてる。すごい。もう1、2を争う、あれになってきた。よし、完璧やん。このまま行くとあれやな。夏頃にはもう、夏違うな。うん、そうや。秋ぐらいにはもう、ぴったり。青月さんの好みのタイプにぴったり。寄せてってるぜ。お、イベントか。あ、しまった。戻られへんのか。しまった。なんかね、びっくりマークが2つ出てたんで、ちょっと行きたいと思うんですけど、これ行った次のやつ消えんのかな。あ、しまった。戻れるかと思った。あれだけカレンダーだけ見てしようと思ったのに、予定だけ見て。まあ行きますわ、これだけ。しまったな。おう、おはよう。あれ、お前遅ない？今日はちょっと寝坊しちゃってさ。あ、そうなんや。珍しいな。え、そんだけ。あれゆゆちゃん、また。あ、マジか。俺別にこの子でもええな。え、どうしたん、このとこって何してんの、うん、今日本物のところまで行ったらすぐにミノル君に見つかっちゃって。あ、そうなん、向こうも気にしてんやん。もう怒られたん？うん、怒る意味もわからんけどな。今度来たら絶好だって。あ、そうな、何言ってる。口も聞いてくれないって。あ、そうな、何を照れてんやろ、あいつ。あいつカッコつきやからな。恥ずかしいんちゃう？多分。そうなのかな？ちゃうかな？いや、なんかそんな気するけど。まあ、多分やけどな。いや、わからんわ。心配なの。何が？同じ中学に行けなくて、ミノル君と話す機会も減っちゃって。あ、そうな。LINE 交換したらいいんじゃない？私は知らないところで、ミノル君のことが好きな子が現れたらどうしようって。いいね、青春してるね。ちょっと恥ずかしくなってきた、こっちが。え、なんてんのお前。どうしよう。確かにそれは気になるねって優しくしとく。大丈夫だよ、ミノルはそんなにモテないから。そんなモテへんからな、あいつ調子乗ってるだけで。まあそれは気になるね。でしょ。うん、気になる気になる。ミノル君優しいから人気あると思うし。せやな、確かに。私がどんなにミノル君のことが好きでも、一緒にいる時間が短いと。そうやねんな。
遠距離とかやっぱ無理ですからね。遠距離恋愛は絶対無理ですからね。よし、なんとかし、じゃあ したるわ。え、うん、いやいや、乗りかかった船だし、うん、一肌脱いだろ、二肌でも。俺と付き合ったらそういうことなるんや。本当？ありがとう。いいよ、なんかね、こういう優しさを見せて俺のもんにするっていう、横取りするっていう横取り作戦ですけど。そう、作戦を立てたんですよ。これね、俺と付き合ってるように見せかけてね、やきもち焼かすっていう、そういう作戦ですわ。で、実際自分のもんにしてるっていうね、そういう作戦でいきたいと思います。はい、ということで、あかんあかん、落ちたあかん。ということでね、7月5日、5月の何日からか始めて1ヶ月ぐらいもう過ぎてるんで、今回これで終わりたいと、まあ、ちょっと1時間ぐらいもなりますし、これで終わりたいと思います。コメント、評価、チャンネル登録の方ね、ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ、次回はね、あの期末試験も控えてることなんで、ちょっと勉強してからね、勉強して臨みたいと、次のプレイに臨みたいと思います。今回もいろんな女の子と話せて、楽しい1時間でした。頑張って仕事に行ってきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。うん、バイバイ。ああ、面白いなこれ、たまらんわ。